実際に体験した話です。今でもその時のことははっきりと覚えています。高校2年の夏も終わりかけのことです。いつも通り布団に入り寝ようとしていました。その日は体は疲れてるのになかなか寝つけなく、 明日も早いんだから早く寝ないと、という焦りもあったせいで余計に寝れなかったんです。ようやく睡魔がやってきてうとうとし始めた頃、いきなり僕の部屋のドアをノックされたんです。コンコン。 4回。実家に住んでいたので、親や兄弟も一緒に住んでいますが、深夜の3時頃にドアをノックされるということは、今まで一度もありませんでした。夢見心地の時だったので、誰だよ、と、内心ちょっとムカつきながらも、 布団からは出ませんでした。ンコンコン再びノックの音が聞こえて、はいと怒り交じりの返事をしたのを覚えています。でも、ドアが開くこともなく、僕の名前を呼ぶ声も聞こえないので、 うつええなあと眠りにつきました。翌日目が覚めてから昨日のノックを不審に思い、家族に問いただしてみましたが、ノックをした人はいない、というのを聞いて、僕は非常に怖くなりました。 じゃあ誰だったんだろう頭の中はそのことでいっぱいちょっとしたパニックに陥りました学校から帰った後やっぱり家族のいたずらじゃないのかと思いもう一度問いただしてみましたが逆にもう気持ち悪いこと言わないでよ と言われてしまい、半分寝ていた状態のこともあったので、それ以上家族には問いただしませんでした。そしてその日もまた寝つけなかったんです。昨日のことが頭によぎってしまい、恐怖のせいか目が冴えていました。 半分自分の勘違いだろうという気持ちもあり、いや、確かに間違いなくノックしたという気持ちもあり、深くは考えまいと思ってはいましたが、寝れませんでした。寝れない。今何時だろう。と、 携帯で確認した時時刻は2時45分なんか嫌な時間だなぁと思ったその時昨晩と同様にノックの音がしたのです「コンコン」「やっぱり聞き間違いじゃない」 という確信と同時に恐怖で体が硬直しました昨晩のが泥棒かなんかだったらなぜ今日も同じようにこの部屋をノックするのか目に見えない恐怖が全身を襲い頭の中は半分パニック状態 心霊現象というものはそれまで体験したこともなく半信半疑ではあったのですが直感的に霊的な恐怖に襲われ完全に身動きができなくなりました。 いろいろな怖い話にありがちのようにノックの音がでかくなるということはなくノックをしてはしばらく間を空けて再び同じ強さでノックするんです時間にしたら1分程度だったのかもしれませんが恐怖の中ノックをされてる1分間は永遠のように感じました もうやめてくれよ。と、泣き言、心で叫んでいたその直後、ドアが、ごちゃという音とともに、ゆっくりと開き始めるんです。ドアが半開きになって、そちらに視線をやると、立っていました。長い髪の女の人が、 言葉にならない恐怖が全身に襲いました。わかりやすく言えば、貞子です。そのまんまの白装束で黒髪を前に垂らし、こちらをじーっと見てるんです。 家族に助けを求めようと、はぁ <laughs>、はぁ、と視線を逸らし必死に叫びました。視線を逸らした先には小さな女の子がいました。顔が歪んでるんじゃないかと思うくらい満面の笑みで。 それからは覚えていません。恐怖の絶頂で気絶をしてしまったんだと思います。はっ、恐怖で気絶ってなんだよ。という人間だったので、恐怖で気絶するというのを生身で体験して納得しました。 朝起きても怖くて起き上がれず家族を大声で呼び自室まで来てもらいました弱いやつだなと思うかもしれませんが実際に体験すると本当に怖かったんです昨夜にあげた叫び声で親父があのあと僕の部屋まで たたららししいいののでですすが寝言だと思ったらしいのです僕が見たものを体験したことをありのまま家族に伝え最初は半信半疑だった家族も必死な僕を見て信じてくれてその日のうちにお祓い等を行いましたこれが 僕が唯一体験した心霊現象です。あの親子でしょうかは一体何を僕に伝えたかったのでしょうか 倉庫ある工業団地の大手総合スーパーの巨大倉庫でトラックから荷物の積み下ろしをする仕事をしていた時のことです真夏の昼のことでした。 その日はお盆の時期なこともあって、いつもより社員もバイトくんもやってくるトラックも少なく、倉庫内はいつもよりシーンとしていました。トラックから大きな段ボールの荷物を下ろし、番号札をつけて倉庫の指定された位置まで カートに乗せて手押しで運んでいくんです。倉庫は積み下ろし口から奥行きが100メートルもあり、網の目のように荷物置き場と通路が張り巡らされているので、不慣れな私は渡されていた配置図を見ながら指定の場所に置きに行っていました。 その日の昼は朝見かけた社員2名、バイトくん、私、他1名の合計5名での作業でした。一番奥の置き場までカートを押して行ったとき、通路の一番遠くを右から左に人が歩いていきました。 しかし、積み下ろしの作業員は、全員、積み下ろし口にいるんです。おかしいなあ、と思いながら進んでいくと、通路の十字路に差し掛かったところで、今度は左の視界に、人が奥へ進んでいくのが見えました。 そちらを見ると曲がり角を奥へ曲がっていく後ろ姿が私はその服装がこの倉庫内の制服ではないとわかったので社員の一人にそれを告げましたするとその社員は私の顔を見てこう言いました ああ、見えちゃったんですか。すると社員は、そんなに気にすることはない、と続けて言いました。私は気にせず、倉庫の奥まで荷物を運んでいたのですが、やはり時折、 通路をうろうろする人影が視界に入るんです休憩時間になり私は社員たちに倉庫の最も奥まで連れていかれましたするとそこにお札が貼られている場所がありました 社員はこう話してくれました。昔倉庫の荷物が崩れ落ちる事故があって下敷きになった女性社員が死んでしまったのだそうです。以降数年経ってもその女性の幽霊が倉庫内をうろうろしている姿が 見える人には見える。とのことでした。ポスター。自分の体験談でなくて悪いのだが。 友人から聞いた話を体験談風に書いてみる高校の同級生が大学生だった時の体験談だがこの男は別にとりわけ臆病でも怖がりでもないむしろかなりの鈍感である夜中に墓地のそばを通っても何とも思わず 中を通れればもっと近いのにとか考えてるようなやつだ。そいつが学生の時に住んでいたアパートであった出来事。もう十年以上前の話だが、どこを見ても学生ばかりの古い木造アパートに住んでいた。 ベニヤ板の壁には穴や傷などお構いなしにベタベタとポスターを貼りまくった。長く貼られたポスターはもともと貼り方が悪かったのか湿気で膨らんだのか上の左側の角付近が壁からだいぶ浮き上がっていた。 天井付近にある換気用の格子から来るわずかな風でその浮き上がった部分がかすかにサワ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 と揺れたりしていた9月に入ったというのに夏以上のうだるような残暑に それでも何かをやっていたわけでもなくただゴロゴロしていたにすぎないのだが苦しみつつも気楽な日々が続いた当時エアコンなどを所有できる身分ではなかったある時あまりの暑さに 換気の格子から熱風でも出てんじゃないのか、と思い、それなら一層何かで塞いでしまおう、と椅子を踏み台代わりにして格子に手をかざした。ところが格子からは熱風など出ておらず、それどころか壁に穴すら開いていない、ただの 飾りであることが分かった格子状の細い板がついた枠をただ壁にねじ止めをしただけの代物である余計に暑くなって床に寝転んだ私は妙なことに気がついた。 壁のポスターがたまにはたはたと揺れるのはなんでだろうポスターが揺れるのは別に扇風機を使う夏だけではないんだ。今の今まで換気口からの風のせいだと思っていたが、換気口はダミーで風の出る構造ではない。 ネズミいや、このアパートは古い木造だが、ネズミが出たという話だけは、なぜか聞いたことがなかった。それからは、ポスターの歪みが気になって、仕方がなかった。直せばいいようなものだが、 なぜか近づくのがためらわれたかなりの頻度で動いてるところを目にしたとうとう気持ち悪さも限界に達し冬になる前に引っ越した。 ポスターは後輩に頼んですべてを燃やしてもらったここまで友人の体験を本人になりかわったつもりで書いてみた階段でも何でもないじゃないかという人も多いだろうがまだ先があるこの時の引っ越しの様子を カメラに収めていた奴がいて、現像から上がった日、何人かで見ていたら、たまたま、例のポスターが映っていた一枚があったそうだ。そこには、ポスターに対し、ちょうど十円玉くらいの大きさで、黒くて、シワだらけの男が、ポスターが歪んで、壁から浮き上がったあたりで、 鼻から上だけを出して、こちらを見てるのが映っていたそうだ。皆さんの部屋は大丈夫だろうか はい。ということで、どうも皆さん、こんばんは。ごま団子です、えー。今日は階段話を読ませていただきました。えー、最後に読ませていただきましたお話は、ポスターに関する話でしたよね。うーん、怖かったですね。えー、ポスターの角っこら辺が、なんかすごい揺れると。飾ってたポスターが。 で何だろう何だろうと思って過ごしていたらしいんですが、えー、たまたまその引っ越しの時に撮った写真の中に、ね、そのポスターが写っててそのポスターの角っこら辺から、えー、男の顔がニュッて出てたっていう話でしたよねうーんいや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 僕の家もねあのー、壁にポスター貼ってあるんですよ、まあ、あの「シャクレルプラネット」っていうえー なんかガチャガチャのね、ポスターがあるんですけどそれが1000、えー、いくらで売り出しててでそれをついつい買ってね3種類出てたんですけど3種類とも買って、えー、で部屋のところに飾ってあるんですけど、えー、今のところ僕の部屋のポスターは大丈夫ですかね <laughs>、うん、これで角っこら辺がこうピリピリってちょっとめくれててでこう。 はたはたと揺れる感じがしだしたらえ、僕の部屋のポスターからもね、顔がニュって出てるっていうことですから。まあそうなった時はもう危険信号ってことですよね。風も何もないのに、ね、揺れてたら、そりゃ、ね、やばいっていうことですよね。うん。芸人さんのお話でもありましたよね。なんかポスターから手がニュって出てる話で。 えーまあ、その手がポスターからとかビデオデッキの方からとか手がニュンニューニュっていう感じで出てきててで見るたんびに指をってこうカウントダウンしてるんですよねその手が5、まあ、まずポスターからニュって出てる手を見たら5ってなっててで次に下の方を見たらビデオデッキの方から手がニュって出てきて4って指をって数えててでどんどんそれが出てきて5432 みたいな感じで指を折ってカウントダウンしてて。で、わ、1になったらどうなるんだろうみたいな。えー、そこで怖くなってその芸人さんは逃げ出したっていうお話でしたけど、ねあのお話も怖かったですよね。うーん、まあ、皆さんも、えー、そういう怪しげなね、ポスターがありましたら <laughs>、ぜひぜひ気をつけてください。はい。ということで、 本日のどのお話も、本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。いや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 、昨日はね、土曜日だったわけなんですけど、いやね まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、あのー、ゴマブロスっていう、まあ、基本僕や兄がね、ゲーム実況みたいなのを上げるチャンネルがあるんですけど、そのチャンネルで、えー、昨日生放送でね、えー、10時間ぶっつ、ぶっ通しで、えー、サイコブレイクっていうゲームをやらせていただいたんですけど、いやー、楽しかったですね。うーん。最初から最後までを、 えー、クリアするまでをねプレイしたわけなんですけどもいやーで10時間ぐらいかかりましたね。うん、でこのこの朗読チャンネルで、えー、とパート11ぐらいまでサイコブレイク実況を上げてるんですけど、えーまあ、それ以来ずっとやってこなかったんですけどでえっ、ー、とね視聴者様から「サイコブレイクいつ終わらせるんですか?」っていうお話を、えー、まあ 結構いただいておりましたので、これは終わらせなきゃまずいと思って <laughs>、昨日一夜で終わらせたっていうね、えー、10時間ぐらいかかったのかな、えー、終わったんですけど、いやー楽しかったですねうん。で、また最初から最後までね、えー、見てくださった視聴者の方がいらっしゃいまして、でコメントとかもすごい書いてくださって、 いやー、マジで本当にありがたかったですね。本当に、えーまあ、そういうコメントとかがなかったら僕も途中で気絶してたんじゃないかってぐらいね。だって実際に <laughs>、あの、放送終わった後に、えー、ちょちょいってこうご飯食べてで、そっからぶっ通しで寝てましたからね。気絶してるかのごとく。いやー、で、目覚めたのがさっきっていうね。いやー、本当に、えー、こんな無茶なことはね、しばらく、 やらないとは思うんですが今度その代わりとしてなんなん,なんですけどあの生配信をね、えー、そっちのチャンネルの方で増やしていこうかなと思ってまして、えー、例えばですけど夜の23時から12時限定で1時間毎日やっていこうかなみたいな感じとか今、えー、企画しておりまして、えー、まあ1時間ぐらいだったらね次の日に別に支障とかないと思うので12時ぐらいまでだったらね えー、まあそんな感じで、えー、まあ毎日できたらやってこうかなっていう、えー、昨日話をさせていただいたんですけど、まあそういう感じでやってこうかなって今思ってます。はい。えー、その、えー、昨日ぶっ通しで10時間生放送したチャンネル、ゴマブロスのチャンネルの URL、えー、この動画の詳細欄に書いてありますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい。ということで、 本日もここはね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よかったら、えー、チャンネル登録評価ボタンクリックよろしくお願いいたします。えー、あと、この動画の詳細欄に、僕の、えー、先ほどの10時間ぶっ通しの、えー、チャンネル、ゴマブロスのチャンネルの URL、そして僕の Twitter の URL、そして僕らが運営しているサイト、ホラーホリックスクールの URL が書いてありますので、よかったらチェックしてみてください。はい、じゃあまた次の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。 ごま団子でしたおやすみなさい